はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていこうと思います。えー、本日は雨ですね。なんかもしね、この動画を見ていて、ゴーっていうね、音とかが入ってたとしたら、それはですね、あの、海の音です。<laughs> 今日さ、もう多分ね、こっちの地上でも風吹いてるけど、会場ではドエリア風が吹いてるらしくて大荒れなので、なんでもしかしたらね、ゴーゴー音がしてるかもしれないですけど、それは波の音ですと。で、今日はですね、ちょっとね、何をやっていこうかなっていう話なんですけれども、今日はこの手帳のね中身ね、今私このポケットサイズ、フランクリンプランナーのポケットサイズのね、めちゃくちゃ強つよ,つよナイロンのこの手帳を使っています。フライデーバインダーだっけな。 こちらを使っております。ポケットサイズです。で、この中に、今ほとんどなんか入ってるリフィルって、ポケットサイズの、あの、純正のね、リフィルが多かったりとかするんですけれども、この風に入ってるんですけれども、あのー、これね、この間も動画で言った通り、ポケットサイズって M6 と M5 も使えるのよ。なんで、ちょっと今ね、M6 とか M5 のリフィルをわわわってちょっと持ってきたんで、それがね、えーと、それをちょっと色々カスタムね、していこうかなと思います。 で、やっぱりね、この三欠のさ、このさ、ちょっとちっちゃいメモとかあんじゃん、こういう。これプロッターのやつなんですけど、これってで,もでもオンライン限定ですね。普通、プロッターで、この三欠でね、一般的に販売されてるものっていうのは、全然紙の質がもっとね、ちょっとごわっとしたものなので、あの、全然違うものなんですけれども、こちらはオンラインで売っているものになっておりまして、紙はもう普通の上質紙ですね。あの、普段のリフィルと全然変わらない2ミリグリッドのリフィルになっております。これはちょっと便利 なのでね絶対入れとこうかなっていうことで今持ってきました。よいしょ。どこに入れとこうかね。ここら辺ちょっとミジンコくんが、ちょっとね。よし。ここに入るかな。あ、浅いなポッケが。<laughs> 今ね、ここに入れたんですけど、ポケットの浅さこのぐらいですねちょ。全部は入らないので、ここあ、でもここも浅いな。<laughs> どこに入れとくのがいいかな。よいしょ。 あ、ここら辺でいいのか。あ、ここでいいですね。ここら辺でいいですね。一応な、ここにもね、なんかポッケがいろんなところにあって、あのー、ここにとりあえず入れとこうかなと思います。あと、ここはちょっと抜くか。よいっしょ。で、ミジンコさんも、ミジンコさんちょっとどこにやっとこうかな。ミジンコさんここら辺にやっとくいや、前の方がいいな、ミジンコさんね。よしょ。で、あとは、 まあ M5 と M6 ね、両方使えるっていうことで、だいぶね、もうね、可能性の塊でしかないのよ、ポケットサイズ自体が。 でえっ、ー、と、今度ね、あの、発売される、フランクリンプランナーの新しいバインダーは、あの、コンパクトサイズとかあの、40ミリとかはね、リングが多分発売されるんじゃないかなっていうね。多分そろそろじゃないきっと発売されるとしたら。うん。4月中か、ゴールデンウィーク、ま、ゴールデンウィーク中なのかちょっと分からないですけれども、もし気になる人は、フランクリンプランナーの公式のインスタグラムとかがあるので、そこをチェックしていただくと、じゃ次ね、どんなバインダーが出るのかとか、 ののねえー、といろいろ情報をゲットでできるのでそちらを合わせて見てみて見みくださいちなみに、こちらのフライデーバインダーの方は27ミリリングですね。ポケットサイズの中ではだいぶで大きめのリングになっております。たださ、もうほんとさ、こうなってくるとさ、あのー、欲深いになってきてさ。<laughs> <laughs> なんかもう別に30ミリでもいいなってね、思えてきますよね。もうほんとさ、私のね、この流行りすたりというかさ、マイブームの速さね。あの前までさ、その、えっ、ー、と、ミニ六だの、バイブルだの使ってた時は、全然この15ミリとかね、13ミリとかが好きだったんだよ。なんか軽いじゃん、もうそう、そうやっと。で、バイブルサイズで15ミリとか15ミリ以下とかになると、もうなんか軽いのと薄いのとで、結構ね、 もういいとこ取りなのね。バッグとかもさ、今さ、結構コンパクトか軽量化とか色々さ、されてる設計のものが多くて、で、バイブルとかだとほんと15ミリ以下だとね、もうそういう設計の、もう比較的小さめなね、えー、バッグであってもスッって入れることができるので、非常に楽なんですよ。重さ的にも多分ね、このね、半分ぐらいの重さぐらいしかなかったんじゃないのかな。これね、今、バインダー自体は3 0 4グラムっていうことなんですけれども、今だいぶ紙物が入ってるので、 それなりに、ちょっとぶ、ちょっとした武器程度には重くなってますね。もういざとなったらこうやってブーンってね <laughs>。まあ手帳何があっても投げないけどね。よいで、えー、っと、使いたりそうだ。このさ、デューンのさ、このレザープロダクトのこちらのアクセサリーリフィルもね、この間長沢で買ってきたんですけれども、ただこれはちょっと入れるの可哀想かな どうだろうあの、何が入れるのかわいそうかっていうと、M5 サイズ、これね、M5 サイズなんですけれども、M5 サイズって基本ね、このね、穴の大きさがね、ちっちゃいのよ。他のサイズに比べて。あの、それぞれね、穴の大きさってちょっとずつ違ってるんですけれども、M5 に関してはね、こと M5 に関しては本当に小さいのね。だから多分このね、あの、でっけえね、リング、こう27ミリとかになってくると、あの、引っかかっちゃったりとかするんだよね。 全然平気でした。<laughs> 全くもって余裕でございました。じゃあこれどこに置くよし。この冒頭でいいかな。冒頭にするよいしょ。冒頭だとじゃ、あれかなちょっと邪魔になっちゃおうかな。いや、でもそんなことないな。ここに書いたとしても。 いや、何がさ、重要かってさ、多分前とかにね、こっちに入れることによって、ここでこうやって筆記するときとかに、段差が変についちゃって書きづらいかなと思ったんですけれども、さすがにね、あのー、こんだけ手前に紙があると、全然そんなのは感じないですね。これは別にこっちに入れてもいいかもしれないですね。後ろでもいいけれども、後ろでもいいけれども、けど前に入れといた方がね、 じゃ、ここにさ、あれじゃないやっぱり漢方入れといた方がいいんじゃない今までさ、ここに入れてたんですけれども、ここ漢方じゃなくてもいいかもね。ここでいいや。あ、ちょうど入る。ちょうど入る。ちょっと3本ぐらい入れとくか。じゃ、これをね。あ、でも厚めのために2本にしたかこう結構ね、なんかね、ここにさ、 あの、この間からさ、漢方入れてあるんですけれども、こっから取り出して飲むことが増えましたね。なんかもう、仕事から帰ってきてからとかさ、あの、漢方ね、基本的に私、部屋に置いてあるんで、 あ2階まで行って、2階までわーって行って、そこでもう着替えるのと、プラス漢方を飲むのとやって、ようやくリビングにわーって降りてきてご飯を食べるっていうね、ルーティンなんですけれども、手帳をさ、手帳の中にね、漢方を入れておくことによって、手帳も職場にも持っていってるからね、普通にもうリビングでね、リビングでも着替えて、リビングで漢方を飲みっていうことができるので、ここにね、意外とね、意外となんかここら辺に入れておくのはすごい便利なんですよね。なんで、ちょっとここにね、まあ 入れといてあとこのデュのやつはねここにえー、といろいろねこうポッケが入るのとここにわーって入れられるのとフレックシールとかもね色々入れられそうですねでこのジップはこのゴールドの仕様になっててすごくゴージャスな感じですねで、ここにもいろいろ入れられるようになっておりますただ私のこういったね使い方をするとここに入れるのはちょっと難儀かもしれないですねであのこちらのね 何がいいかっちゅうとね、何がいいかっちゅうとよ、えっ、ー、と、薄いです、本当に。あの、レザーのアイテムにしてはめちゃくちゃ薄いです。大体いいなんかこういうものってさ、ちょっとある程度のさ、その厚みがね、あったりとかして、だいぶその、リング内のこの幅をね、取ってしまったりとかするんですけれども、こちらはね、薄いのでね、全然もう、 例えば、私今27イリングで使ってるから、このぐらい入れたところで何にもね、何にも変化ないんですけれども、そのさっきね、お話ししたように、15ミリ以下のバインダーの時って、だいぶたいこういうレザー系のアイテムとかね、入れちゃうとさ、それだけでかさばったりとかしちゃうのね。 こういろいろ入れられるものとかね、入れちゃうとね。なんで、なんですけれども、こちらのデューンのやつはですね、えっ、ー、と、基本的にもう薄い作りになってるので、15ミリ以下のバインダーに入れたとしても、全然、なんていうのあの、邪魔にならないというか、あの、そこまで、その中身を圧迫しないっていうもので、すごい素敵なね、作りですよね。ありがたいですね、こちらね。 あと、ほんといい加減プロテクターね、欲しいんだけどさ、もうほんとゴールデンウィーク終わった後じゃないとさ、出かけられないからさ、もうゴールデンウィーク絶対混むじゃん。どう考えたって。<laughs> ゴールデンウィークに動こうなんていうね、ことはね、私はね、一切しないので、もう大体ね、 あの、家にいますね。仕事なんですけれども、基本的に仕事だけれども、そのゴールデンウィークの期間中に休みが仮にあった場合、あの、必ずもう家におります。ちなみに今日もね、休みなんですけれども、なんかね、もうよくよく考えたらさ、昨日ノートとかにも書いたんだけれども、なんか今月ね、多分ね、私ね、一日中家にいたっていう日が一度もなくて、なんで今日はちょっともうね、雨だしね、外。雨だし、ちょっともうね、いろいろ勉強とかもやりたいし、一日ね、家にいて筆記しようかなと思っております。 本も読みたいしね本も読みたいしもういろいろやりたいことはね家の中でねやりたいことがあふれているのでねちょっとねそちらをね片付けたいなと思いますとあでこれさでも M5 のさこちらもあったけどさ M6 もあったなあなんかいろいろ落ちちゃった M6 でもいいかもな M6 だとですねこちらですね M6 だとこれね これでもいいかもしれないね。こっちだったらさ、なんかカードとかいろいろ入れられるし、で別にここにカンポ入れていいし <laughs>。どうだろうここにカンポを刺せんのかないや、刺せんな、普通にな。あ、こっちにするか。ちょっと M5、M5 じゃ、のジップのやつじゃなくって、で、同じく、デューンはデューンだんだんだけれども、こちらのね、いろいろパスケース、このカードとかも入れられるし、こっちにもいろいろ入れられるっていうね。 これにしましょうかね。で、よいしょ。こちらはですね、M6 サイズなので、M6 普通にこうやって入ります。で、さっきの M5 だったんですけれども、M5 も普通に入ります。ってなるとさ、もうほんとさ、あのー、ポケットサイズってめちゃくちゃ便利ね。本当に便利。あの、昨日なんか質問をね、いただいて、ポケットサイズにコンパクトサイズのリフィルは入りますかっていうね、あ、 違うな、コンパクトサイズの、え、に、あのー、こちらのポケットサイズのリフィルは入りますかっていうことだったんですけれども、あの、それはね、入らないですね。入らないっていうのは、もともとさ、穴の位置がもう全然合わないのよ。あの、こっちのさ、酸欠の、ここのね、三つの穴の部分は、あの、ピッチ同じなので、入れられるんですけれども、あの、こっからね、もう見てください。ここ、もう、超ずれてるでしょ。なんで、もうここがあるので、なんで、コンパクトサイズにポケットサイズのリフィルは入りませんと。入れるんだったら、 ポケットサイズだったらね、バイブルとかさ、ナローとかさ、HB×WA 5とか使えるから、なんでそっちを使った方がいいんじゃないかなと思います。もしくは、なんか M6 とかね、M5 とか入れるんだったら、うーんとね、いや、無理だね。切るしかないね。もうそこら辺はね。M5 サイズ、M5 サイズだったら、 ワンチャン、なんか、ここのさ、ここの端っこをね、リフィルね、この、これが M5 の紙のリフィルだとして、ここを切れば入るけれども、ただ、あんまりなんかね、その、不格好になるのが嫌だよっていう人はね、それもね、できないだろうから、まあ、とりあえず、私がコンパクトサイズで、なんか他のリフィル使いたいってなった時におすすめなのは、もう、ナロー、バイブル、HB×WA5 ですね。そこら辺がおすすめでございますと。いや、めっちゃ可愛いな。 開いてこれって可愛くないめっちゃ。うわ、いいね。あと、ここステッカー貼りたいんだよね。てか、めちゃくちゃさ、さっきさ、ハンドクリームにつけちゃったからさ、指紋ついたわ。もう、プロテクターが欲しくて欲しくてしゃーないの。だが、ここにね、何を貼るかっちゅう問題よね。いろいろステッカーはあるにはあるけどさ。あるにはあるんだけれども。あ、どうする漱石先生。あ、でもポケットサイズちょっと入らねえな、これね。 後で考えましょうね。で、これでしょうで、ここら辺は、ちょっとマンスリーがいろいろ入ってて、で、このマンスリーに関しては今ね、もう来年の3月までフルで入っちゃってるんですけれども、これも中身がね、増えてきたら増えてきたで、えー、ちょっといい加減ね、ここら辺はね、ちょっと、端折ろうかなと思います。他のさ、ところに移動させようかなと思います。別に来年の3月までその予定すぐ入らないさ。<laughs> なんでね、ちょっとこちらでにやろうと思います。あ、ちなみにね、さっきのこれはね、 えっと、長沢のジャーナルスタイルで買ったんですけれども、えっと、マゼンダ、ジッパー付きポーチのリュウの M5 ジッパーポーチってやつで、え税込み3960円ですね、こちらがね。で、こっちがね、もうちょっと下かな。多分大きいからもうちょっとすると思うんですけれども、ただ本当にね、 このレザー系のアイテムでこんだけね、薄いのってなかなかないと思うので、まあレザー系のこういうリフィルのアイテム自体がさ少ないけどさ、あと他で出てるのって多分、プロッターのあの、何カードケースってか名刺入れみたいなあのケースぐらいじゃね、レザー系のアイテムで出てるのって、あとどうだろうねっていう感じですね。で、あと、あと。あ、そうだ、システムダイアリーのこれとか入るかなと思ったんだよね。システムダイアリーの、よいしょ。 これはさすがに無理か <laughs>。<laughs> えーっと、はい、はい、無理ぽよですね。システムダイアリーっていうのがありましてね。で、こういうね、リフィルがね、まあ、きい文房具店だとシステムダイアリーってね、あの、売ってると思うんですけど、リフィルと、あとジャケットとかも売ってると思うんですけれども、 こうね、特徴1、2、3、4、5、6、7、8、8個の穴が開いてるもので、で、リフィル自体はね、すごいフォーマットとかもいろいろあってさ、これとかは、あのー、1日をね、こうまとめられるリフィルになってて、見開きで見るタイプかな、これ。あ、1日1ページいや、見開きだね。見開きで見るタイプで、よいしょ。こう見てみると、これね、今日なすべきこと、トゥーズーリストをここにかけて、 で、プラス、ここは時間軸が AM6 時から、えーと、夕方の5時ぐらいまでね、あると。で、これね、なんでこの切り取り線が書いてあるかっていうと、これ爪を作るためですね。ここ切っといて、 切っといてさ、この爪を作ることによって、すぐ当日トゥデイにアクセスできるっていうね。これはもうずっと毎日毎日切るやつですね。で、プラスで右側のページに行くと、世界の出来事、日本の出来事、職場の出来事って言って、いろいろこう分けられると。で、右側に、この PM6 時からのね、えー、PM6 時から早朝5時までの、えー、予定を入れられると。まあ、睡眠だの、なんか勉強だのいろいろあると思いますけれども、で、そこを、結構ね、このね、この見開きはめちゃくちゃ使いやすい。 よねただね、入らない。<laughs> なかこれを普通に使いたいって人はシステムダイアリーのね、バインダーを買ってください。リフィル的には、あのー、何ちょっとさ、いじったりとかさ、た、例えばなんか穴を一つ増やすだの、ちょっと切るだのすれば、えっ、ー、と、入らないこともないんだけれども、ただちょっとめんどくさいよね。どう考えたってめんどくさいね、これね。ここに穴を増やすのと、ここに穴を増やす。二つはね、穴をね、増やさなきゃいけないので、ちょっとめんどくさいですね。 でもそれか、もう、なんていうのここら辺にさ、穴開けて、こう、こうね、折って収納するか。ただ、これはね、見開きがね、見開きの良さっていうのがあるから、ちょっとこのね、レイアウト崩したくないですよね、本当はね。ま、あこういうのも売ってますよと。システムダイアリーは、1968年日本で初めてコンピュータの情報処理構造をもとにシステム手帳を開発した老舗ブランドですっていうことで、ね。 こういうふうに、24時間ダイアリーと、1日1ページダイアリーと、あとなんか作文用紙のリフィルだったり、普通のメモのね、検線のリフィルだったり、いろんなリフィルがあるので、システムダイアリーも興味ある人は見てみてください。とで、えーと、あと何を入れるか、あ、もう一つシステムダイアリー持ってきてたもんだ。あとこれね、着想計画チェックシートっていうね、 着手予定等一覧式にリストアップ。プランドゥチェックの日常管理に4ミリ系ストライプタイプのデザイン1行期に使えば追加も容易にってことで、こんな感じのものになっております。ね。レイアウトとしては本当にいいんだよね。だからこういうさ、リフィルがあっていい、あってほしいよね。なんかね。ね、作ってくんないかなとかでね。<laughs> で、よいしょっと。あと他のね、リフィル持ってきたんですけれども、これね。 これね、イニシエのアシフォードのリフィルですね。スタンダードクリアポケット、L 版の写真が入るってやつなんですけれども、これポケットサイズに入んのかなと思ってね。いや、普通に穴穴のこのピッチャー絶対合うんですけれども、あの、L 版の写真が入るっていうことで、ミニ六よりもだいぶワイドなんですよ。ここ、ここね、幅があるから。あ、ちょっと無理そうだね、これね。これはちょっとちょっと無理そうですね。今、入れてみますけれども。うん。 こんな感じで、だいぶはみ出ますね。あの、コンパクトサイズじゃなくて、ポケットサイズのリフィルよりもさらに幅があるっていうものなので、まあ、気にならん人はね、このぐらいのやつだったら気にならんかもしれないけれども、ちょっと私は絶対にこれぐちゃぐちゃになる気配しかしないので、ちょっと外しましょうね。まあ、こういうね、リフィルもありますよと。昔なんかさ、エルバンの写真とかさ、ここら辺に入れてさ、手帳にさ、入れてた時代とかあったじゃん。 もう1990年代とかね、そんぐらいだと思いますけれども。当時のさ、雑誌とか見るとさ、結構さ、高校生のバックからシステム手帳が出てきたりするんですよ。だから流行った時にね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。 もちろん私の時はね、システム手帳は全然流行ってなかったですね。システム手帳というよりかはやっぱりスケジュール帳がほんとメインになってて、私はもう中学生の頃からスケジュール帳を使ってたんですけれども、もうす,すごいそういうのが好きでね。高校生の頃はね、無印系が流行ってたのかな。高校生の頃無印のスケジュール帳、あのフリーのさ、何も書いてない表紙とかもさ、あの、なんか茶色っぽいさ、 茶色っぽいやつに、なんか中身のレイアウトがちょっと印刷されてるようなやつで、で、その表紙をめちゃくちゃデコしてね、使ってましたね。なんかフリルつけたりとか、穴パンして、なんかそこにキーホルダーつけたりとか、あと美獣系でなんかぼーってなんかボンドとかでいろいろつけたりとか、そういう感じで遊んでましたね。まあもちろんなんかそういうさ、立体物でさ、表紙をデコすることによって、多少中身を書き、書きにくくなりましたけれども、私の場合ね、もう昔から飽き性だったから、 そのさ、スケジュール帳とかもね、あの、一年に何冊も買うのよ。めちゃくちゃ買えるのよ。なんで、あの、あんまり一年間同じスケジュール帳を使ったっていう経験がそんなにないので、昔からね。なんで、そのね、ま、あいろんな無謀なことをしても全然平気だったんですけれども、どうせ次のやつ買うしみたいなね、感じだったんでいいんですけれども、皆さんどんな手帳を使っておりましたかシステム手帳をさ、その、 学生の自分から使ってるって、そんなにあるかなそれこそなんかそのシール帳とかに関しては小学生の頃にシール帳が大ブームになった時に流行ったのってミニ6サイズのバインダーがめちゃくちゃ出てたんで、で、その頃はミニ6サイズのその透明のね、あの PVC みたいなね、えー、バインダープラス、えー、っとシール帳のリフィルがもう売っててノートタイプになってる、 あの、なんか、ノートタイプで、ミニ録用のこの穴が最初から開いてるリフィルっていうのがそもそも売っていて、だそれを買ってシール帳にしてたんですけれども、そのシール帳もね、その罠があってね、なんかもう綺麗にちゃんとシールを貼って剥がせる剥離子のタイプと、もう貼ったらね、永久に取れないタイプがあったのね。ただね、その永久に取れない、 タイプのやつと剥離種のタイプって、値段が少し違うだけでさ、見た目のそのデザイン的にはさ、もうどっちも可愛かったのね。だから、あの、買ってさ、うわ、これぜ、もう、全然貼って剥がせんタイプやん、みたいなね、ものとかね、もうたくさん買っちゃいましたね。もうその子供の頃だからさ、そんなさ、中身とかさ、何がどういう風な違いかさ、よくわかんなかったからさ、で、中身もね、多分見れなかったんじゃないのかな。 で、親切になんか、薄利スタイプとかも書いてなかったと思うから、そういうね、なんかファンシー系のね、雑貨のお店に行った時にね、昔はね、そのファンシー系のお店もあったんだよね、この地元にね。<laughs> なんかね、まだね、子供の頃は、あのー、そういうお店とか、それこそアパレルのね、お洋服のなんかブランドとかも結構いろいろあったりとかしたんですけれども、今ほぼほぼないですね。<laughs> ま、ただ今さ、あの、普通にさ、やる、買おうと思えばさ、アマゾンとかでも買えるしさ、なんかネット通販のね、世の中になってるので、まあ、全然ね、田舎の民でも全然そこら辺はね、平気なんですけれども、ま、あ昔ね、そんなことがありましたよと、皆さんどんな手帳を使っておりましたでしょうか。私はもうほぼ日。ほぼ日はでも学生の時は使ってないかな。ほぼ日じゃなくて、えーと、学生の時に使ってたのどうやつだったっけ普通のなんかスケジュール帳だったっけな。よいしょ。 これちなみに、智文堂さんのリフィルですね。こちらも長沢のジャーナルスタイルで買ったものなんですけれども、この間ね、その智文堂さんのこのリフィルを買ったよーっていうのを、えー、インスタグラムとか、あと YouTube とかでね、こう言ったら、あのー、なんと関東にもですね、新宿の伊勢丹に置いてありますみたいな情報をゲットしたので、ぜひぜひね、あの、行ってみてください。よし。で、私がね、使ってた手帳、 手帳はですね、2023年、今日は何月何日でしょう ?4 月の26日の、今日水曜日水曜日か。ウェンズデイでしたと。で、えー、っと、私が使ってた手帳ね。私が使っていた手帳に関してなんですけれども、手帳。あ、めっちゃ画面遠かったね。あ ちなみにね、昨日ね、あの質問いただいたことなんですけれども、よいしょと。ちょっとアップにして。そうっす。あのー、昨日ね、YouTube をどうやって撮ってるのかっていうお話をしたんですけれども、このスマホを固定してるのはスマホアームってやつですね。もうスマホアームについてはね、あのもう、もうネットでね、もういろんなの出てます。これ机にさ、 こういうなんか、バネ、バネじゃないけど、こう、ガチャ、ガチャコンって机のここら辺にさ、これ机ね、ここの机の部分にガチャコンって、あの、挟めるタイプのこう、こういうのがついてて、で、えっ、ー、と、こうなって、首があって、で、 もうこの長さはね、もういろんなのがあります。そのスマホアーム自体の長さはいろんなのあるんだけれども、大体がこの首がさ自由自在に曲げられるようになってて、で、この先端の方に、えー、っと、スマホを固定するクリップがついてるみたいなね。こんな、こんなね、感じのスマホアームを使っております。これもピンキリです。本当にピンキリ私が使ってるのは、Amazon で買った1000円ぐらいのね、え、やつになっております。ただ、あんまりにもね、チャッチーの買っちゃうと、 あの、スマホのね、重さにね、耐えられなくて、ここにまあスマホをつけるんですけれども、スマホね、スマホをつけるんですけれども、あんまりなんかここの、あの、首の部分がね、チャッチーやつを買っちゃうと、スマホの重さに耐えられなくて、この首がウィーンって曲がっちゃったりとかするので、そこら辺はね、あんまりなんつうの、あのー、安すぎるものとかっていうのはちょっと怖いかもしれないですね。あの、高いやつもあります。もうめちゃくちゃ高いやつね、ちゃんとスマホも、あの、あなんていうの、ネジ式じゃないけれども、すごいガッチャン固定できて、あの、ここのね、首 の部分もねこんななんかプラスチックみたいなやつじゃなくてあのもうちょっとなんちょっと重みのあるねえー、と素材のもの使ってたりとかしてそういうのもあるんですけれども、まあ、私は多分普通にこうやってちょっと撮影するぐらいやったら1000ぐらいなんでね全然十分じゃないかなと思いますスマホアームねスマホアームとは、ね、いね私の場合は Amazon で アマゾンで1000円ぐらいで買いましたと。ぐらいで買いましたと。これまあね、あの普通にまあ、うーんと何で、ね、どういうジャンルなんだろうね。結構ね、車のさ、カー用品のところにもあったりとかすんのよ、こういうのって。あのスマホ固定するためにね。買いましたと。 ま、多分スマホスタンドとかで、スマホアームとか、スマホスタンドとかで検索していただければ出るかなと。スマホアーム、スマホスタンド。まあ、スマホスタンドだとあれかもしれないね。ちょっと自家置きのやつも出ちゃうかもしれないけど。スマホスタンドとかね。えっ、ー、と、いろいろあるので、チェケラーですね。チェックお願いしますと。よいしょ。お願いしますと。 これもピンキリありますよっていうやつですね。で、私が使ってた手帳ですね。まず、高校生の頃。高校生の頃は、えー、っと、何ですか無印ですね。無印はね、でかかったね。あの、強つよ,つよでしたね。無印良品。 無印はね、あの、プリクラとかも貼るの無印の、あの、L 版の写真用のアルバム、あれに貼ってました。それ中学生の頃から無印等が来てたかな。ちょっとプリチョウとかもね、無印ね。プリチョウも、えー、っと、無印が多かったと。無印が多かったよと。 で、エルバンの写真入れ。透明なさ、あのフィル、透明なやつね。今でも売ってるけど。エルバン写真用のアルバムに入れてましたと。このアルバムに貼ってましたと。プリクラの話ね。貼ってましたと。あとはね、えっ、ー、と、大学生になってからはもうモレスキンですね。大学生はモレスキンと。 モレスキン。もうこの頃にね、モレスキンだの、MD ノートだの、トラベラーズノートだの、トラベラーズノート、ほぼ日、ほぼ日、超整理手帳あったでしょ もうとりあえずなんかそのさ、年にさ、こういう新しいタイプの手帳が発売されますってやつはね、全部買ってたね。ほぼ日調整理手帳でしょあと、あれ、自分、自分手帳でしょ自分手帳だっけよいしょ。でしょあと何使ってたかな 大体これか、モレスキン、MD ノート、トラベラーズンとほぼ日調整理手帳、自分手帳。まあこのぐらいかな。あとなんかいろんなノートも使ってましたよ。なんかいろんなの使ってた。なんか360度ひらさなんか開きがさ、めちゃくちゃいい。180度パターンって開いて、グニンって折り曲げると360度ここで、ね、ウィーンってね、えーとやできるようなやつとか。あとはね、何かな。でもモレスキンが一番長かったかな。なんだかんだ言って。 モレスキンはめちゃくちゃ使ってましたね。で、えっ、ー、と、モレスキンは断突でね。断突で長い期間使ってました。断突でフレンド。だったと。 で、えー、っと、私がね、そのね、買い始めた頃に、ちょうどね、なんかね、モレスキンのそのカラーの展開がね、増え始めた時だったんで、モレスキンってもともと黒と赤、まあ、大体も黒が最初にあって、赤があって、 で、だん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 空張りが増えてきて、今なんかピンクだの緑だの黄色だのいろいろありますけれども、そうそうそう、いろんなの増えてきて、うんと、大学の後半とかはね、結構白漏れスキンとか使ってたかな。白漏れスキンの、多少なハードタイプだったかな。ハードタイプが主でしたね。ハードタイプがメインで、たまーになんかソフトタイプも買ってたかなと。 で、ハートタイプの、ハードカバータイプのモレスキンって、あれね、中身がね、中身いろいろ書いて、えっ、ー、と、埋めていくと、なんか、切り張りとかいろいろしていくとね、もう信じられなく、アコーディオン化現象がね、こう、起きてくるんですよ。あの、ホーリーチマルじゃん。あの、アコーディオンみたいになるやつ。あれが起きてくるんで、あれがね、楽しくて、結構使ってましたね。で、MD ノートもね、授業用のノートで使ってましたね。授業用のね。授業用。 で、もうこの頃は、私は筆記具はもうラミーサファリ一択でした。筆記具については、ラミーサファリね。筆記具は、ラミーのサファリね。サファリの、これもね、ホワイト使ってたかな。ホワイトのやつね。で、これについてはもう2本ぐらい使ったね。この在学中に。2本、あの、 一本目はね、軸が割れちゃったのよ。あのー、もうかあんまりも書きすぎてね。で、一本目のやつは、もうね、EF がね、最初さ、その万年筆もさ、その慣れないとさ、筆圧のさ、調整ができなくて、私、筆圧高めな人間なんでね、筆圧の調整ができなくて、もう最初のさ、そのラミーのサファリとかね、えーっと、もうほんと EF だったんだけれども、それがもう、前も言って、言ってると思うけれども、EF が M になるぐらいね、もうめちゃくちゃね、なんか書きまくってて、 もうマジで地幅が全然違っちゃってたのよ。だから、で、プラスでもう軸がね、ここら辺からヒビ入って、で、キャップの部分とかも割れちゃったりとかしたから、これはもう2台目買わなきゃってことで2本目買って、それも同じくラミーサファリの EF を買ったんですけれども、でもこれも結局ね、M とはいかないまでもね、全然 F ちょ、F よりちょい上ぐらいのね、地幅になっちゃいましたね。だから私はもう万年筆はめましてはね、ラミーサファリですね。 最初アルスター買ったんだけれども、アルスターよりサファリの方が可愛いなということでね、サファリにしました。一周。で、これね。で、もちろんカートリッジですね。カートリッジで、カートリッジはもう必ずペンケースにね、あの、最低でも1本入れといた。ペンケースに、えっ、ー、と、1本は入れとくと。入れとくと。 まあ、今と同じですね。もう、ほんに、その当時もめちゃくちゃに書いてたし、授業の版書とかもね、全部、まあ、大学だと版書っていう版書ないから、もう先生が言ったとことをね、あ、面白いなって思ったことをひたすら書いてただけなんですけれども、それでもさ、あの、本当面白い先生になるとさ、うわ、その情報聞き逃したくありませんみたいな感じで、もうさ、1時間ずーっとさ、こうやって書いてたから、からカードリッチの減りはまあ、早かったね。本当に早かった。だから授業中さ、やっぱ、コンバーターとか使っちゃうとさ、インクがなくな なると、もうイン,インクがなくなる。もう致命的じゃん。その晩書してる時にさ、インクなくなるとか。なんで、インクがなくなってもすぐ取り替えられるカートリッジも一択でしたね。私は本当にね、カートリッジしか使っていませんでした。で、この頃はブルーブラックですね。ブラックあもま使ってなかったの。ブルーブラック使って、で、それで、もうテストの時だけ仕方なくシャーペン使ってたけれども、なんかね、テストの、テストの裏とかにね、感想を書く時になんか万年生書いてるんだけど。<laughs> <laughs> 私ね、別にね、あの、あれなんですよ。あの、先生が感想をかけて言ったわけじゃなくて、テストのさ、余った時間とか暇じゃん暇なんで、もうなんか書いてようと思ってテストの裏に落書きとかしてました <laughs>。それでもね、あれ、子供の頃から、あのー、高校生の頃にはすでにやってた。あのー、テストの裏に感想を書いたりとか、授業のここが超面白かったとか、あと、先生に質問書いてみたりとか、そうするとさ、もう大体の人がさ、答えてくれるのよ。先生、も優しいからね。なんで、あの、そういう感じ、遊んでましたね。だってもうテストのさ、 あまり時間さ、寝てるとかもさ、なんか時間の無駄のような気がするし、かといってさ、読書したくてもできないじゃん。なんで、もうその裏にね、いろんなこと書いてましたね。めちゃくちゃいろいろ書いてました。だから交換日記みたいな感じになってましたね、先生ともね。ということで、なんかこんなね、いろいろ語ってましたらですね、もうこんな時間になってしまいました。もう途中からね、私の今まで使ってた手帳返力みたいになりましたけれども、まあ、ちょっと今日のね、大収穫はこっちのデューンのね、 ミニ6サイズのこのね、カードケースが入って、 めちゃくちゃ可愛くなったのでいいでしょうと。あと、プラスね、このやっぱり自分さんのリフィル書きやすいね。あの万年筆でもね、めちゃくちゃ書きやすいように、えーと、紙とかもね、こだわってらっしゃるそうで、えっ、ー、と、もうちょっとだけね、あのねん、字は太くなるかもしれない。ただ、あのー、書き心地はね、最高にいいです。なんで、しかも可愛いじゃん、このデザインがね、めちゃくちゃね、デザインが可愛いので、あのぜひぜひね、あの皆さんも気になる人はね、こういう、いろんなリフィルがあるのでね、見てみてくださいと。 ということで、今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日ね、お会いしましょうバイチャー